はい、お疲れ様です。まあ、そうね、小さいとはいえ、まあ、麻雀店をやってきたことってのは、まあ、人生の大きな遺恨だと思いますね。時間とかお金がものすごく無駄になったんですよ。麻雀を趣味でね、本当に楽しみでやるうちは良かったんですけども、それを商売にするとずっとやらないといけないんですよね。でたまたま個人的には麻雀が得意だったんで、一人で麻雀やってる時は時間とお金って自分の思うようにコントロールできたんですけども、こう徒党を組んで麻雀するとね、まあ、麻雀って人に合わせないといけないんですよね。で組織ってのは人に合わせないといけないんですよね。でみんなして人に合わせるから、みんなして損してるわけなんですよ。でしかもなんかね、麻雀ってね、自分が賢くなったつもりになるんですよ。これがタチが悪いんですよ。まあ、ですんで本当に頭がいいってことはどういうことかっていうのを何でも考えたんですけども、まあ、単純なんですよね。時間が余るかお金が余るかなんですよね。大抵の人は賢いつもりで時間もないしお金もないっていうね、これ賢くないの典型なんですよね。まあ、こういうふうに考えたらすごく簡単で、あなたはお金余ってますかとか、ね、時間余ってますかって聞いた時に、まあ、両方余ってませんって言ったら、あ、賢くないですねっていうふうに考えた方がいいのかなと。要するにこのお金と時間っていうのは、どこまで行っても生きてる限りはこの切り離せないものですからね。だったら賢く使っていかないといけない。お金を賢く使う、時間を賢く使う。でもそうじゃなくって、時間が足りない、あっという間にもう一日過ぎちゃいましたとかね、お金がありません、またお金が足りませんとかね、いうふうになっちゃうんですよね。単純にこうしてみるとね、なんかひどいことを言ってるようですけども、まあ、私は自分に対してそう考えた時に、あ、頭の悪い時期と頭のいい時期っていうのははっきり分かれるなと思ってね。じゃあ、まあ、麻雀店だけじゃないですけどね、店舗をやってた時ってとにかく金と時間がなくなったんですよ。ろくでもなかったなと思いますよね。まあですね、今のような時間とお金が余る暮らしっていうのは、まあ、なんぼかマシになったかなというところですけどね。はい、というところで、組織はやっぱりね、お金と時間っていうのがなかなかうまくいかないんで、まあ、趣味も一人でできるやつがいいですよね。一人でできる趣味っていうのかな。だからすぐやめれるとかね、すぐ始めれるとかね。だから誰かに合わせてやらないといけなかったり、誰かに合わせてやめられなかったりとかって、あ、絶対避けた方がいいなと思うんで、まあ、ますますね、人と関わらない、まあ、孤立を目指すのかなというところでございますけども、孤立こそ最高ということで、今日も行ってみましょうか。それじゃあ、いらっしゃい。